にちは。こんにちは。あれ？コメントが。あ、こんばんは。こんばんはですね。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんにちは。どっちだろう。どっちですかね。こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、はい、幕張メッセさんで握手会、AKB48 さんの持ち腐れの握手会をさせていただいています。今、はい、なので会場です。ありがとうございます。こんにちは。そうなんですよ、いつも見ない髪型。そうなんです、今日は自分で頑張ってくくりました。お団子です、お団子。はい、ニコ生さんで、ね、ありがとうございます。そうなんですよ、抽選配信。あ、ありがとうございます。さっきネガネガと一緒に横ネガピョンのじゃんけん大会の予選抽選を、はい、させていただきました。見てくださった方ありがとうございます。見たよって、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ヌンチャクヘアじゃないですね、今日はちょっと。そうですね、お団子です。ここに、はい、何ですか、ピンもつけてます。今日はですね、そうなんです、このお団子をしようと思って頑張って、これはですね、ツインテールをして三つ編みをしてからお団子にしました。あ、今日はウィンクです。そうですよ、今日はウィンクです。今はですね、3部と4部をやらせていただきました。来てくださった方ありがとうございます。嬉しいです。はい、来れなかった方もこうやって配信見てくださったり応援してくださってありがとうございます。人生、そうですよ、ウィンコなんですよ、今日はウィンクです。あ、かき氷食べましたよ。すいません、ブレちゃった。かき氷食べました。かき氷はなんかいろんな種類があって、なんか本当にいちご、キウイ、パインとかメロンとかいろいろあるんですよ。でも私はやっぱりマンゴーを選びました。マンゴーかき氷美味しかったです。あ、そうなんだ、山の日、今日は山の日。お昼ご飯も、はい、さっきいただきましたよ。マンゴー。あ、確か意外とちっちゃくなりますね。確かに意外と、はい、今日はそうですね、この、あ、この、はい、写真も SK48 メールさんに今日の写真とかも送らせていただきます。前髪、あ、前髪は今日なんて言うんだろう、え、でも結構綺麗にまとまったかなって思うので80点、80点です。あ、そうです、あとは7、8部です。そうです、あと7部と8部をさせていただきます。ですね、18時半からですね、で最後は20時半までです。はい、ウィンクですか、ウィンクできるかな。あ、じゃあ最後にやらせていただきますね。え、意外にショートも、意外にショート、え、嬉しい、ニコ生ありがとうございます。そうなんです、抽選引かせていただいたんですけど、あそうなんですよ、リードじゃなくてシードが出ました。やったー、めっちゃ嬉しかったです。シードですよ、シード。1回だけ勝負して、もし勝てば本戦に行きます。めっちゃ嬉しいです。やったー、めっちゃ嬉しいですよ、本当に。1回勝ったら本戦に行けます。頑張ります、嬉しいです、頑張ります。勝てますかね。でもですね、さっきですね、コハちゃんとじゃんけんしたら3回戦中2回も負けてしまって、はい、そう、負けたら終わりなんですよ。頑張ります。はい。
運がどうか。そう、まだどっちじゃんけんするか、ま、そうなんですよ、決めてなくて、なんかさっきちょっと話してたのが、なんだっけ、2人でまず願い、ネガネガと私でじゃんけんして、で、勝った方がじゃんけんするみたいなを言ってました。そうですよ、運を、運を、運よ来い、運よ来い来てください。そうだね、そういう感じですね。勝ち取って、はい、そうですね、勝ち取って行きたいです。本当に行きたい、じゃんけん大会。はい、嬉しい、可愛い髪型ってありがとうございます。でもですね、ちょっと次は7、8部からは髪の毛をちょっと変えさせていただこうと思ってて、これくくってるじゃないですか、お団子に。これをほどいてくるくるのツインテールになるかなっていう予想をしているんですが、どうでしょう、うまくいきますかね、うまくいきますかね、どうでしょう、どうしよう、ボソボソになってしまったらちょっと失敗ですね。私が今思っているのがくるくるのツインテールになってくれたらいいなと思っているんですが、あ、嬉しい、行くよって、あ、あ、アイロン、でもですね、なんかアイロンで巻くのはなんかダメみたいで、研究生は。そう、ボサニアになっちゃうんですよ、なんか。そうなんですよ、なんか巻くのはあんまり良くなくて、はい、なのでちょっと、そうなんですよね、もうできるかできないかみたいな。そうなんですよ、あ、そうですね、このまた新しい髪の毛でまた、はい、メールも送らせていただきます。ボサニアです。握手会でもそうなんですよ、ダメなんですよね、正規メンバーさんになってから、はい、負けます嬉しい、あ、瞳キラキラしますか、嬉しい、スポットライトがここにたくさん待ってるって、ありがとうございます。皆さん、前髪パチ、クルリンパしてみたら、周りには、周りはですね、まだ、はい、楽屋にはここら辺では、はい、いないですね、メンバーがいないところで。あ、でも、あの、さっきの髪型の話なんですけど、あの、一応マネージャーさんに確認して、もしかしたら、あの、ほどいてくるくるなってるのがもしかしてダメかもしれないので、もしダメって言われたら、はい、このままで行かせていただきます、すいませんが、はい。なので、もし、あの、マネージャーさんが OK してくださって、はい、やったら、はい、やらせていただきますね、7、8分。厳しいんですよ、厳しいです。お返しするよって、ありがとうございます。あ、3日間でもですね、3日間、そうですね、でも3日間もやる髪型も決めてるので、はい、明日はそうですね、結構今日、あ、今日の服をお見せしますね、今日の私服はこんな感じです。ちょっと見えにくいですが、こんな感じです、こんな感じです、ワンピースです、はい、こんな感じでした、こんな感じです。はい、あ、ありがとうございます。そうです、ピンクです、大好きな大好きなピンクです、猫屋からのピンクですよ、はい、ありがとうございます、嬉しい、はい、今日はこんな結構ブリブリな可愛らしい格好をさせていただきました。
でですね、明日は結構こういうイメージとはちょっと違った、はい、感じの服なので、明日も、はい、楽しみにしてください。お願いします。おお、嬉しい。似合いますか。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。ほっぺツンツン音でね、どうでしょう、明日の服はどうでしょう。おっす、おっすありがとうございます。嬉しい、お世話したい、ありがとうございます。皆さん今何時か教えてください。お願いします。何時ですかね、あ、電波悪いですか、本当ですか。あー、すいません。48分、お、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、もうこんな時間なんですね。じゃあ今日はすいませんが17時までやらせていただこうと思います。はい、なので皆さん画質綺麗ですか。あ、よかったです、よかったです、ありがとうございます。あー、雷雨が。そうなんですね、名古屋は。はい、なので皆さん今日は17時まで、はい、やらせていただこうと思います。17時です。はい、あ、岐阜もの結構台風、やっぱ台風の影響ですかね。あと11分ありがとうございます。そして最後は恒例の、はい、名前を読まさせていただくタイムをさせていただきたいので、3分前か4分前かそこら辺に、そんぐらいになったらまた教えてくださると嬉しいです。そして最後の終わったよっていうのも教えてくださると嬉しいです。すいませんがお願いします。そう、こっちはですね、そんな、はい、東京は、はい、大丈夫ですね。多分さっき外出た時は大丈夫でした。はい、寒さは、はい、大丈夫ですよ。握手の時ですね、握手の時も私すごく暖かくなってしまって、そうなんですよ、皆さんの愛がやっぱり伝わってきて、はい、熱くなっちゃいますね今は、はい、大丈夫です。あ、大阪も暑いんですね。はあ、そうなんですね。あ、ウィンクですか。今日はそうなんですよ、ウィンクの日で、ウィンクを握手会のはけ際に、はい、やらせていただいてるんですけど、ウィンクがだんだんなんかやりすぎて、なんかもう最後なんかウィンクってやるときに両目閉じちゃった時もあってあ、そうです、ありがとうございます、あ、ウィンクみたいなはい、そうですよ。でもやっぱまだまだウィンクの、そうですね、練習が足りないですね。おお、筋肉痛なりますかね、顔の筋肉痛。そうなんですよ、皆さんにやらせていただいてます。そう、両目閉じちゃう時もそうなんですよね。あ、ああ、ウィンク得意なメンバーはイズリンですかね。イズリン本当にすごく8期生の中で、そうですね、イズリンがすごく上手で、なんかたまにウィンクじゃないんですけど、たまにイズリンを見たら片手こうやってちょっとあんまできないんですけど、私は片目閉じて何かこうやって見てるんですよ。すごいと思って、あ、みよまるも上手ですね。特技に入ってましたっけ、みよまるの。すごいですよね。え、そうなんですか。イズリンと
ゆずりんはナルピーさんとホノさんとユニット対決。本当ですか。こう仲間同士っていうのもちょっとあれですね、大変ですね。かおちゃん、かおちゃん、かおちゃんは、かおちゃんも、かおちゃん、でもあんまりどうだろう、ウィンクしてるところは見ないんですけど、うまそう、うまそうですね。私も得意、下手の方がいいんですかね。そうなんですか。確かにあやはちゃんのウィンク姿見たことないですね。おお、これはこれはこれはないですね。じゃあちょっとできたらですけど、できたらですけど、ちょっと動画をあやはちゃんのウィンク姿を頑張って、一緒にじゃあウィンクしてるところを頑張って動画撮れたらいいな。ちょっと頼んでみます、後で。はい、あやはーできますか、行きますかね。いいよって言ってくれた。おー、やった。そうです、じゃあもしあやちゃんのウィンク一緒に撮るの、はい、行けたら755に、はい、あげさせていただきます。行けますかね、どうでしょう。明日の髪型は、そうですね、明日も多分やってないって明日も多分はい、このぐらいの時間なんですかね、多分空いてる時間にやらせていただこうと思うので、明日もよかったら見に来てください、お願いします。嬉しい、1969人いる方ありがとうございます。あと5分ぐらいですか。ありがとうございます。55分、早いですね、早い、ここ重要、ありがとうございます。ちょっと立ちます、足がちょっとしびれてきました。はい、はい、ありがとうございます、行くからね、嬉しい、ありがとうございます。仕事の方もいらっしゃるんですね、大変だ。お嬉しい、今日も近い、すいません今日もドアップになってしまった。あー嬉しい、楽しみです。ご飯食べましたよ、ご飯も。あ、じゃあご飯のメールも後でさせていただきますね。そうなんですよ、今日は夜はちょっと、そうなんですよ、ちょっと時間が遅いので分からないですね、まだ。お団子の中にはあめちゃんどうでしょう、入ってるかな、入ってるかな、入ってそうあ、そうですね、ケータリングの写真です。はい、じゃあもうそろそろ時間だと思うので、皆さん最後に名前を読まさせていただくタイムをさせていただきます。皆さんありがとうございます。今日2103人の方、20分ぐらいの配信でしたが来てくださってありがとうございます、嬉しいです。はい、じゃあ後で頑張ってあやはちゃんとのウィンクの動画を頑張って撮っていきたいと思います。撮れなかったら申し訳ございませんが、はい、はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございます。今からの7、8分頑張ってきます、楽しんでいきます、楽しみだ。皆さんも、はい、来てくださってる方ありがとうございます。それでは名前を読まさせていただきます。最後まで頑張って読まさせていただくんですが、読めなかった方は申し訳ございませんが、よかったら書いてください。そして今日は時計がちょっと近くいないので17時になったら教えてください、お願いします。ジゴロウさん、チカさん、アヤララさん、モモイナさん、ハムッコさん、トラキチさん、ノーヤーさん、江口正和さん、ミニチョッパーさん、アリスのおじさんさん、アーツコアレグリアさん、ヒレカツさん、カマヤンさん、アヤララさん、クノーシューさん、トリハネアサリさん、ハルさん、サトシさん、ブルルさん、ランクスさん、TK さん、ミツヒロさん、スーさん、デスさん、ノーヤンさん、トラキツさん、江口正和さん、桃稲さん、ジゴロウさん、コジコジさん、
マスミ、ノーヤンさん、プルルさん、キールメガネのりょうさん、モモイナさん、しまじろうさん、北の北人さん、ミニチョッパーさん、こじこじさん、トラキツさん、ゴッツさん、カズさん、黄色いメガネのりょうさん、スマルさん、大仏丸さん、ヨシテルさん、かまやんさん、居眠り京志郎さん、ヨッチさん、ラスカルさん、カモミールさん、まさきさん、死んだらどうなるんですかさん、カズさん、タケさん、気まぐれ太陽さん、アサマックスさん、ランクスさん、みつひろさん、ノーヤンさん、みかにゃんさん、ひれかつさん、アサマックさん、ペロンさん、マスミ、ラスカルさん、マッキーさん、ジュンサトさん、警察タンさん、ノーヤンさん、ヘイガさん、クノーシューさん、ダイヤスさん、ジョーさん、カズさん、気まぐれ太陽さん、ゴッチーさん、ミッキーマンさん、ビッグマンさん、ジグローさん、ハーチコタさん、ペロンさん、ユーキョーさん、イージャのハイブさん、キヌタロンさん、アイララさん、ミルロンさん、スーサンデスさん、アツコ、アレグリアさん、ノーヤンさん、カモミールさん、ツクシさん、カズヒロ、山の内さん、みつひろさん、たけさん、あおしさん、きよさん、ラスカルさん、ヒューライムのりおさん、ゴッチーさん、カムカバーさん、ジグロウさん、ランクスさん、あおしさん、たけさん、カムカバーさん、まさきさん、しまじろうさん、もんたさん、たけさん、ラスカルさん、キム太郎さん、ノイアンさん、もんたさん、パッツさん、アサマックさん、江口まさかとさん、大吉さん、思い出さん、おおり、はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。じゃあ皆さん最後にウィンクをして終わりたいと思います。来てくださった方ありがとうございます。今からの握手会も頑張っていきます。楽しみます。それでは最後に皆さん来てくださってありがとうございました。からのウィンクありがとうございます。来てくださった方嬉しいです。やったー、楽しみだー。ありがとうございました。